はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。6月16日、これから準備して東京に出発です。今回の出張は、ジャズ、セミナーというところですね。僕の大好きなお仕事が待っています。皆様とお会いできることも楽しみにしております。ということですね、前回の動画で、これから寝る前までにいいことが起こりますよという話をさせてもらいました。いかがだったでしょうか？その時の呪文が、神は私ですという、呪文ね。それによって自分自身が神レベルに大きくなって奇跡が起こるんですよという話でした。正確に言うと奇跡が見つかるんですよってことですね。僕はあの話をした直後からいいこと起こりまくりなんですよ本当。中でもですね、ということがあったのが9時ぐらいですかね、10時ぐらいかな。先日、四国を自転車で回ってる時に、徳島で、インドのアキコスピリチュアルさんと市村よしさんとコラボをさせてもらいました。ライブ配信に関しては、宇宙と仲良しで、すでにアップしてますんで、見た方もいらっしゃると思いますが、スターシードチャンネルさんのですね、収録がアップされたんですよね。テーマはワクチンです。なかなか荒れまくりそうな話題なんですけども、僕はまあご存知のようにワクチンは積極派です。まあそれに対して、ヨシさんはまあ否定的な立場なんですね。で、アキコさんは真ん中よりも、まあちょいヨシさん側かなっていう立場ですよね。で、それぞれね、立場とか考え方が違うんだけれども、さすがですね。アキコさん、ヨシさん、ありがとうございます。本当に素晴らしい方だなと思います。僕なんかね、やっぱり、こんな風に言いながらもですね、反対されたりね、いろいろディスられたら、この野郎って言ってしまう人間なんですよ。実際コメント欄でもですね、自分でね、大人げないなぁと思いながらもね、ブーブーって書いてしまうんですよね。でもそんなオラオラ的な僕の要素をちゃんと抑えてですね、立場は違うんだけども、かつ言いたいことを言った上で、皆様が考えるきっかけというですね、理想的な着地ができたんじゃないかと思います。意見は違うんだけども、でもお互いの人格は否定することなく、もっとリスペクトし、そして尊重し合いながらですね、なかなか理想的なコラボになったんじゃないかなと思います。ただ一方でですね、コメント欄は結構フルボッコですよね。慣れっていうのは恐ろしいですよね。どんなにボコボコにされてもね、慣れちゃってるんですよね。ただ一方でですね、アキコさんからすぐにメッセージもらったわけですよ。なんかごめんなさいって感じですね。まあそのコメント欄に対してごめんなさいなのかどうかわかりませんけど、まあおそらくそうだということですね。一応返信しました。もう全然気にしないでくださいねっていうことを言ったらですね、いやー、Qさんかっこいい、またコラボしましょうねっていうね、ご返信いただいたわけですよ。で、その時にさ、なんかほろっと来てる自分がいるんですよね。よくあるじゃないですか。ちっちゃい子とかでもね、すごい怒られてさ、先生とかから。で、あと、喧嘩とかしちゃってな、友達と。で、って、泣くの我慢してるんだよね。だけども、いや、何々ちゃんもね、よく頑張ったし、今回はね、いろいろ辛かったかもしれないけども、何ちゃんは、ね、すごく良かったと思うよって、気にしないでね、とか言ったらたらさ、それまで、で我慢してさ、って泣いてしまうっていうね。そうなんですよね。うん。僕も昔中学の時にさ、怖い先輩がいてね、吹奏楽部で、ボコボコにね、言われるんですよ。できてきたってさ、でもうそれ、このやろうと思いながらですね、言ったらさ、ちょっと上の先輩からさ、まあ、ええんけ、ようやってるでーってね、言われて、その瞬間、泣いてしまうみたいなやつさ、まあそういうところあるわけですね。なんかね、その愛を感じてしまったわけですよ。アキコさんとか、ヨシさんとかですね。あとは視聴者さんもそうですよね。すごく温かい波動をね、感じるんですよ。で、そうやって、まあ夜を過ごしてたわけですけども、なんかあんまり寝不足なんですよね。まあ飛行機で寝ようかなと思いますけども、そういった意味ではですね、この6月15日って僕にとって今年のターニングポイントだなって気がしました。まあ、サンリン・サトシさんともね、2時間40分お話しさせてもらいましたし、で、スターシードチャンネルさんの方で動画アップされてですね、まあいろいろと気づきをいただきました。で、何よりも深い温かい愛をいただいたわけですね。一粒万倍日と天赦日というですね、まあ、今年3回しかない大開運日なんですけども、もう一つありましたね。弘法大師空海のお誕生日でした。まあ、この間室戸岬に行ってきましたし、そして笹栗の88所お遍路さんしましたよね。南無大師遍昇金剛をね、言いながらお遍路さんしたわけですけども、なんかさっき空海づいてますよね。で、その空海のお誕生日の日に、なんかガラッとフェーズが変わったような感じがするわけですよ。すごくいいことがありました。なので、
神は私ですっていう呪文聞きますよ。ぜひ今日もやってみてください。これは毎日できますんで、別に今日開運日限定とかじゃありませんので、今日もやってください。神は私ですと。で、これから俺出張しますのでね、どんないいことがあるだろうかっていうことを、もう楽しみで楽しみで、もうワクワクするわけなんですよね。この神は私ですっていう前提ね、もうすごくいいですよね。ちょっと話変わるんですけども、ワクチンの話ね、まあそのことを言うわけじゃないんですが、治験ってありますよね。治験。薬が効くかどうかっていうのを、まあ、ちゃんとエビデンスベースで、まあ、測定するという話ですね。で、あれやり方ご存知と思うんですが、例えばワクチンだったらですね、本物のワクチンと偽物のワクチンを2つ用意するわけですよ。それを被験者に言わずに打つわけですね。なので、こっち側は本物のワクチンで、こっち側は偽物の、まあ、生理的食塩水なんですけども、ワクチンってことですね。で、お互いやってみてですね、その後、どれぐらいの人が防御できるかとか、かかるかっていうことをね、数値化するわけなんですよ。そうやって、まあ、統計的にやるわけなんですけども、で、その結果、まあ、ワクチンは有効ですよねってわかるわけなんですね。でね、面白いデータがありまして、例えばですね、副反応をちょっと調べてみたんですね。そしたら、ワクチン打った後に、倦怠感とか、腕の痛みとか、発熱とか、まあ、いろいろあるわけですよ。だいたい半分ぐらいの人がそれなるわけですね。だけどね、生理的食塩水を打った人も2、3割いるんですよ。これ面白いですよね。ただね、倦怠感とか頭痛とかさ、なんか体調なんか悪いなっていうのは、気持ちの問題っていうのがあるんで、まあ、2、3割ぐらいでいいのかなと思うんですけども、でもね、0.3% がですね、38度5分で熱出てるんですよね。これ笑いません。1000人に3人だからね、多くはないんだけども、でも300人に1人ぐらいでしょ、まあ、少なくともないなと思うわけですよ。要はですね、生理的食塩水を打ってるにもかかわらずですね、熱38度5分出る人が300人に1人いるんですよね。これ笑えません？いや、笑うって言ったらね、語弊があるかもしれませんが、つまり何かったらさ、なぜ本物のワクチンと、まあ、本物のお薬と偽物のワクチンお薬を用意するかって言ったらですね、思い込みを避けるんですよ。まあ、プラシーボ群とかですね、まず言ったりするんですけども、プラシーボを避けるわけですよ。思い込みをね。で、この良くなるものをプラシーボって言うんですけども、悪くなる部分をノセボっていうわけですね。つまりワクチンっていうのは、まあ、体に良くないというか、それはね、仕方がないですよ、それは。けども、副反応が、で、良くないことがありますよね。で、俺はワクチンを打ってるんだっていう、副反応が起こるんだっていう思い込みで言ったらさ、倦怠感とか頭痛とか2、3割はあるわけですね。で、さらに、300人に1人は38度5分の熱が出るんですよ。気持ちの問題じゃなくて、測ったら熱出るんですよ。これ、もう一回言いますけど、笑えません？それぐらいプラシーボ、ノセボっていうのが、効果的だというか強烈だって話なんですね。つまりどういう話かというと、我々の人生ってのは、この肉体的にも思い込みでできてるってことなんですよね。もう一回言いますけども、治験の場合は、本物と偽物のお薬を用意して、プラシーボ効果を避けるためにそうするわけですよね。単純に効く効かないで見るだけじゃないんですよ。偽物を用意して、それでも効く効かないがあるのかとね、症状が出る出ないがあるのかなっていうことを、ちゃんと客観的に測定するわけなんですね。で、それを西洋医学がやってるんですよ。つまり思い込みの力半端ねえからなっていうことが前提で、この西洋医学が成り立ってるんですよね。これ面白くないですか？すんごい。 0.3% 熱出るんですよ。逆に言うとですよ、例えば神は私ですという前提を受け入れたらさ、0.3% 以上は奇跡起こりまくりなんです。いや、もっと起こると思いますよ、奇跡は。3人に1人というか、いや、ほぼほぼ起こるんじゃないですかね。神は私ですという呪文を唱えることによって、あなたに奇跡が起こりますという前提を受け入れたら、奇跡起こっちゃうんですよ。これは、呪文の効果うんぬんじゃなくてですね、これは西洋医学的にも認められてる。つまりですね、プラシーボを思い込める効果ってのがめちゃくちゃ強烈なんだっていう話の裏付けじゃないでしょうか。この動画を見まくってると、あなたにいいことが起こりまくります。僕は絶対的にこの動画では皆様がハッピーになるような話しかしていません。たとえ議論が分かれそうなワクチンの話だっても、僕はもう 100% 正義であり愛でお伝えしてるつもりです。その中で元々の僕の立ち位置であるスピリチュアルやメンタルという側面において、思い込み、
どれぐらい大事かと。いやー、なんかね、素晴らしいですね。令和3年6月9日にこういう話をしましたね。これから近々人生を変えるような出会いがありますよと。出会いましたよね、俺ね。すごい出会いましたよ。ね、今回、サンリンさんとか、アキコさんとか、ヨシさんとかね。もともとまあちょっと知ってる方ではあったんですけども、改めてね、なんか、すごい、熱いものが、バーンと入ってきたんですよ。それと同時に、心に、ふわっと風が吹いたんですよね。弘法大師空海の誕生日に、そんなこと起こりました。改めて、我々の思い込み、考え方、大切です。そして16年前に僕が同志から同じことを言われましたよね。近々出会いがありますよと。その出会いっていうのが1億円プレイヤーの方で、まさに石田さん、人生なんてものは考え方で決まるんですよって話をしてもらったご本人でした。それが今でもずっと生きてるわけですよ。考え方、思い込み。それは西洋医学のワクチンの治験においても活用されてるわけなんですよ。どんだけ俺たちの心ってすげえんだってことです。改めて、じゃあどんな思い込みを採用しますかってことです。例えば実験ですよね。神は私であると言って寝る前までに奇跡が起こるかどうか実験してください。僕はもう3つ4つ昨日起こりました。なので今日もこれから出張してどんないいことが起こるかどうかということですね。楽しみで仕方がないですよ。もう毎日ハッピー、毎日ミラクルなんですね。やばくないですか。それぐらい俺たちの思い込み、心っていうのがパワフルだってことなんですよね。この事実に気づいたら、あなたはもう幸せにしかなれません。おめでとうございます。祝福の舞というかですね、そもそも時間もありませんので、今から準備して東京に出発したいと思います。皆さんとお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。